しゅうちゃんがフリースロー打つからこっち側にも面白い入って2人ペア。そうそう、 どっちがディフェンス、あ、ディフェンス手上げて、はいはいはい、で今度はもう背中向きなんでしゅうちゃんの方にも向いてるところからな、うん、今と一緒で応援の人はこっち入ってくるかもしれんし、もしくはこっち入ってくるかもしれんよ、こうでもいいし、こっち側にこう、こっちだ、こういったらやりやすい方、背中向いてくる、そうそう、どっちでもいい、どっちでもいい、やりやすい方、やりやすい方、うん、ね、中入れない、でオフェンスの人は取ったら前に、一番いいのはこのちょっとオフェンスの話です、こう言って入ってきた、オフェンスの人はこの前に入れたら一番いいな、でもこの人の一生懸命来るからこういう風になります、こういう風になるけど、ここで、あーってこう、お腹、背中をお腹に向けてしまったらこれ全然取れないです、わかる、ボール取ろうとしたらいい、ファウルしちゃうな、だからこうなったらなったでファウルして取りに行くんじゃなくて、もうしかない、抑えられたら抑えられてて半分だけこっち向いておく、だからどう、大きいのでやりにくい、ここはもうさ、跳ねない前、でも大きいの跳ねたらどっちがいい、コーチ取れそうやな、だからもうしゃあない、諦めてもあーってこうなってしまわないで半分だけ、よし外は俺取るよ、もしくは外は俺取れるやし、こっちの手ちょっとこっち向けといたら、こっち向けといたらもうしか叩かれへんやろ、でも、しゅうちゃんその辺から掘ってみて、こうやって頑張っといたら、せーの、取ろうとして真上ぐらいで、はい、ケーナ取ってみて、はい、取って、おー、いいね、はい、で、はい、やってよいしょ、で、こっちが取れたりしますな、で、またこう大きかったとしたら、大きかったとしたらよしよしよ、取って、で、また滑ったりできます、わかる、だから最後まで諦めない、あー、前に入られたボクサーと綺麗にやられる、くそーって諦めないから、半分だけでも頑張るよ、こっちだけでも頑張るよ、こっちだけでも押し合いして1センチの中入れる、わかった、もちろん1枚のここ入れたくちゃうな、はい、ということです、で、もう一度言うと、このここで抑えられてもこの人はこの辺だけで頑張ったら行かなあかんちゃうか、この辺に行くふりしといて言う、絶対ここ押さえない、なんかしといて、もうここは諦めて真ん中の辺にぐわっと飛んでいく、わかる、ちょっとやってみて、翔介押さえられたふりしてわざと向こう入っといて、スースーと右入っといて、こうね、そうさあ、そんな入り方もありますね、いろいろ工夫してやりましょう、はい、じゃあ行くで、ちょっとやってみて、しゅうちゃん